やっぱりランボルギーニウルスが発売されるんだね。はい、皆さんこんにちは。今日は2019年2月発売のトミカが公開されたのでチェックしていきます。まずはここだね。まず一つ目がこれだね。一つ目がランボルギーニウルスです。通常版と初回版2種類あるんだね。で、通常版がイエローで、初回特別仕様がブラックの仕様になってます。これも以前噂になってた通りの車種だね。で、下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションのみになってます。この車種もフェラーリ同様に人気のある車種なので、入手するのがちょっと大変かな。で、次がこれだね。イスズギガトレーラーハウスです。これも噂になってた通りの車種だね。で、よく見るとこの辺の窓のあたりとかドアのあたりが、これなんかシールっぽいよね。で、本体の取り外しと家の脱着っていうのがあるんだね。で、次を見ていくとトミカワールドだね。カーゴジェットアナだね。これも面白そうなトミカだね。トミカが3台収納できるってなってるね。で、次がマップで広がるトミカ空港っていうのも発売されます。これもさっきのカーゴジェットのつながりかな。で、次がこれだね。販売店オリジナルトミカはタカラトミーモールオリジナルが発売されます。トミカプレミアムフィアット 500F だね。これは通常版のトミカプレミアムではベージュっぽいカラーリングだったかと思うんだけど、今回はホワイトだね。で、もう少し下行くとこれだね。タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージだね。これも通常版で発売されてたオレンジっぽいカラーリングが、今回はブラックで登場するっていう形になるのかな。個人的にはこのブラックが艶消しのマットな素材だったらもっといいかな。でもすごくかっこいい車種の一つだね。こんな感じになってるんだね。で、下見ていくとこれで以上かな。はい、今日は2019年2月発売のトミカをチェックしていきました。一番の注目車種はやっぱりランボルギーニウルスだね。この車は4リッター V8 エンジンのツインターボで300キロ以上出るそうです。すごいモンスターマシンだね。で、イメージカラーのイエローとブラック、この辺も2つとも手に入れておきたいね。今回発表された内容でサプライズは、販売店オリジナルトミカのタカラトミーモールから2車種出るってことかな。形とかは通常版と同じっぽく見えるよね。これはカラーリングの違いかな。でもこんな感じでカラーバリエーション増えていくとコレクターにとっても嬉しいかな。2019年2月のトミカは今月12月の下旬ぐらいから予約が始まっていくね。まずはオンラインショップでこの辺りを予約していきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。